白水久子塚古墳は、兵庫県神戸市西区伊川田二丁ウルウワにある古墳。形状は、前方後円墳。兵庫県指定史跡に指定され、出土品は、神戸市指定有形文化財に指定されている。兵庫県南部、伊川右岸の薬師山山頂に築造された古墳である。昭和初期の名浦忍による、遠藤派庭棺の発掘で知られたほか、 1986年度以降に発掘調査が実施されている。噴景は前方部が開かない絵鏡型の前方五円形で前方部を西方向に向ける。噴景は二段築成。噴景表面では円筒波に和列が検出されているが吹き石は認められていない。また、噴景周囲に集合は巡らされていない。主体部の埋葬施設は後円部の年度各。 前方部の木管の2機である。第1主体部からは、多数の副葬品が検出されており、その内容から被葬者は、女性と推定される。第2主体部から副葬品は検出されていない。その他、墳丘周囲からは、周辺埋葬として、円筒派には質疑5基が検出されている。この白水ひさごつか古墳は、古墳時代前期の4世紀初頭頃の築造と、推定される。 赤市地域では最初に築造された前方公園墳であり、五色塚古墳の先行市長墓に位置づけられる。墳形、遠藤埴庭はメスリ山古墳と類似しており、本古墳に埋葬された女性市長が大和王県とどのような関係を持ちながら赤市地域を統治したのか注目される古墳になる。古墳域は2004年に兵庫県指定史跡に指定され、 出土品は2009年に神戸市指定有形文化財に指定された。現在では噴宮への立ち入りは制限されている。古墳の規模は次の通り。噴宮はメスリヤマ古墳と約4分の1の掃除型をなす。メスリヤマ古墳は男性軍事指機関の墓と推定され、白水久子塚古墳は女性主張の墓と推定されることから、白水久子塚古墳の被葬者は、 メスリ山古墳の被葬者の日の一人とする説が挙げられている。池田茶臼山古墳もまた、メスリ山古墳の約4分の1の掃除形であり、白水久子塚古墳とほぼ同型になる。主体部の埋葬施設としては、公園部に1基、前方部に1基の2基が構築されている。第一主体部は、公園部墳町中央部における年度角で主軸を墳給主軸と直行する。 南北方向とする。母校は、長さ7.3メートル、幅4.0メートル、深さ1.2メートルを測り、母校内の粘土干渉の上に、高山規制の先丈形木管が据えられ、その木管上が粘土で被覆される。木管は、長さ5.8メートル、幅0.55メートル、0.45メートルを測り、東洋、北方向とする。棺の内面には弁柄が塗布され、頭、 胸の部分では、水銀種が検出されている。管内、棺側からは、滋賀の他多数の副葬品が検出されている。第二主体部は、前方部分長の先端部付近における木管で、主軸を分級主軸と平行する東西方向とする。母校は、長さ3.8メートル、幅1.3メートル、深さ0.5メートルを測り、母校内の粘土干渉の上に、 先き竹形木管が据えられる。木管は長さ2.6メートル、直径0.7メートルを測り、東洋東方向とする。棺の内面には弁柄が塗布され、一部では水銀種が検出されている。副葬品は検出されていない。以上のほか、墳丘周囲からは周辺埋葬として、円筒波には棺五器が検出されている。円筒波には、 朝顔形派には神戸市埋蔵文化財センター展示。発掘調査において第一主体部から検出された、副葬品は次の通り。画文耐震住居は、石切り剣や神社所蔵橋と同伴橋とされる。副葬品は、送信具が多い一方で、鉄製武器類が少ない点、また石製品のうちに、クワガ大使を含まない点から、被装者は女性であるとされる。 また、紛糾から検出された遺物として、円筒派には、継承派入、透かし穴抜き取り板、鉄製品がある。円筒派にはは、規格的に製作された、技術水準の高いものであり、その特徴は、同時期のメスリ山古墳、池田チャウス山古墳のものと類似するが、池田チャウス山古墳のものとは、相違点も存在することから、白水久子塚古墳と池田チャウス山古墳とでは、 それぞれ個別にメスリヤマ古墳と関係を持ったことが示唆される。また、広大の五色塚古墳のものとは特徴が異なることから、白水久子塚古墳と五色塚古墳とではそれぞれ個別に機内から工人が派遣されたと推測される。白水久子塚古墳は妻塚とも称され、西側には夫塚と称される前方公園墳があると言われたが、測量。 発掘調査によれば、夫塚は存在しないとするのが妥当とされる。また、白水久五塚古墳の南東尾根城では、豊墳一揆が確認されている。主体部の埋葬施設を箱式木管として、五世紀、伐用頃の築造と推定される。白水久五塚古墳の前方部製法尾根城にも、同様の古墳数揆の存在可能性が指摘される。その他、 明石市内では、井戸祭祀遺跡として、藤江別所遺跡の存在が知られ、その車輪跡は白水被砂骨化古墳出土例と近い形式であることから関係性が示唆される。ありがとうございます。